初勝利、よかった。素晴らしい、もう2度ね雨で中断した中で、いや本当に素晴らしいピッチングを見せてくれました、侍ジャパン、はい、ラッパ監督、はい、の前で、あ、山田選手もね2ホーマーやるねということで、はい、調子が上がってきました、素晴らしいホームランでした。つば九郎も侍ジャパン入り頑張りますと、おお、ジャパン狙ってますか、つば九郎、で稲葉監督に接待すればいいんだよね、いや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 、まあその接待の方法にもよると思いますけど、いやそのことはいいか、はい、ファームの試合に青木選手、内川選手、川端選手がスタメンでした、そうです、元気にプレーしておりました。相手はジャイアンツ、先発スワローズは高橋投手、ジャイアンツは野上投手、意味深対決、はい、奥様がね、はい、3対1で勝ったそうです、高橋奎二投手勝ち星をフライングゲットできたねと、早く上に上がってヘビーローテーションでもっともっと勝ち星ゲットしてください。ちょっと分かってきましたか皆さん、はい、ファンの皆さん会いたかったと言われるように、はい、エブリデイ毎日大声でダイヤモンドで雄たけびを上げる、散りばめてきますねつば九郎、めちゃめちゃ、はい、ピッチング期待してますよと、サプライズも待ってます、はい、もう涙流しちゃいますね、はい、では皆さん聞いてください、会いたかったー、今年音楽を使うパターンがね増えましたね、監督の接待どうなったんですか、お待たせいたしました、両チームスターティングラインナップの発表です。